お騒がせしておりました艦内のトラブル、先ほど無事収束いたしました。現在本船は航路を戻し順調に航行中。コスタデルソルへの到着は明朝の予定です。輝く太陽の下での素晴らしい休日を夢見て、今夜はどうぞごゆっくりとお休みください。 チャラチャラしたところに用はねえ。さっさと通り過ぎるぞ。あいつらが動き出したら。ねえ、ちょっとだけ観光してこ。だってコスタデルソルだよ。 どこかで涼ませてくれないか。暑くてたまらない。消そっちまえよ。コスタ、ようこそコスタデルソルへ。私市長のカポノです。さあ、さあ、どうぞ。 こちらはプレゼントです。これがなくては
コスタのバカンスは始まりませんからな。よくお似合いですぞ。ここは輝く太陽の楽園、天からの恵み降り注ぐ極上リゾート。花のない日常はパーッと忘れて、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。ようこそようこそ。リーちゃん、あっちかな。その前にシャワー浴びたいな。ホテル探そうよ。うん。ああ。泳ぐとか言い出さねえよな。言ってるな。それ言ってるよな。お客様はラッキーだ。ただいまコスタの観光をさらにお楽しみいただけますように、ウィリーキャンペーンへのご参加を提案しております。よろしければお話だけでも聞いていってください。キャンペーンは立ち乗り二輪車ウィリーに乗ってあちこち観光するだけ。簡単ですよ。しかもウィリーの走行距離によって景品がもらえます。さあどうです、ウィリーキャンペーン参加しますよね。ありがとうございます。お客様はウィリーキャンペーンに登録されました。お客様のウィリー走行距離は、おめでとうございます、ルーキーライセンス達成しました。ウィリーは魔法エネルギーの消費も少なく、星に優しい乗り物なんですよ。引き続きウィリーの旅をお楽しみください。こちらでご案内してます。メインストリートには様々なお店がございます。ショッピングをご希望でしたら、立ち乗り二輪車ウィリーで回るのがおすすめですよ。コスタのビーチでは海水浴はもちろん、サーフィン、ダイビングやチョコボートなど、いろいろなマリンスポーツをお楽しみいただけます。誇る名店バールデルソルでは、シーフード料理からトロピカルドリンクまで、当地ならではのメニューを取り揃えております。飲みすぎ食べすぎにはご注意くださいませ。ホテルといえばやはりロイヤルコーストとコスタデルソルリゾートの2つが有名ですね。他にもたくさんホテルはございますが、どこも満室でして、飛び込みでの宿泊は少々難しいかと。レンタルしてビュンビュン走り回って景品ゲットしちゃってください。またお声掛けくださいね。
スターを回るならウィリーが便利ですよ。クラウドもアイス食べる？あ、それともナンパ？ヒュッヒュー、水着姿がキュートだね。で、ああ、そうだな。なんだよ、意外と見る目あんじゃん。ねえ、私を仲間にする気ない？なんなりと役に立っちゃうよ。私がいると楽しいよ。チームもぐっと若返るし。いらっしゃいませ。コスタデルソルリゾートで。小腹が空いたらトロピカルフルーツでもつまむ。本日はご予約のお客様のみのご案内となっております。またのお越しをお待ちしております。時代の大勝負、ホテルのオーナーになったんだよ俺。でもちっこいホテルだけどな。ちょうど休める場所を探してたの。行ってもいい？おほほ、願ってもない申し出、大大大歓迎です。実はオープン以来お客ゼロで。大丈夫かよ。やだな、俺たちの仲じゃないですか。遠慮は無用ですって。じゃあ早速向かいましょう。な、おい、ほら早く早く。迷子にならないようにちゃんとついてきてくださいね。買ったばかりなんでちょっと散らかってますけど、なかなかいい感じなんですよ。いや、話すと長くなるんですけど、意を決してミッドから出たものの、職なし、金なし、彼女なしの八方塞がり。ゴミクズよろしく路地裏に転がってたら、カポの市長に声をかけられて、仕事がないならって特別に格安物件を紹介してくれたんです。リネはなんと相場の半分、その上ドーンと融資までしてくれて。いい入ってますよ。俺も感動しちゃって。俺の城、シーサイドジョニー。うん、そっか、あ、いいね。だろ、だろ。シーサイドの割にはシーが見えねえぞ。見るんじゃなくて、ほら。来た来た、潮の香り。さあどうぞ。
ようこそシーサイドジョニーへ。お部屋はティファが101、エアリスが102、野郎の皆さんはまとめて103号室ってことで。料金は？ティファのためなら大サービス。今日はすいません、俺過去の市長に呼ばれてて。今日は皆さんの貸し切りなんで適当にくつろいでおいてください。あ、ビーチへ行くならちゃんと着替えてくださいね。その物騒なのも持ち込み禁止ですから。ティファのリゾートウェア、この目で見たかったぜ。シャワー行く？うん、そうだね。じゃあ後ほど。後ほどっていつだよ。まあこういうところですから、ゆるゆるとね。ね、負けた負けた。じゃあその辺見てくるぜ。って着替えねえとダメなんだ。